ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。お疲れ様です。久々のロケですよ。はい。チャンネル登録者1500人おめでとうございます。ありがとうございます。はい。まだね、これもたまにあるあのフライング企画で、なんで言うの、言うは仕方ないじゃない1500人まだ超えてませんけど、ちょっと日程的にも今日がいいんじゃないかということでロケをやると、はい、雨が降っておりますね。えねえ、マイクもつけてないチャンネルなのにさ、こうもう車の音もやっぱ大きくて申し訳ないんだけど、1500人になったら工藤さんがあのツイッターで言ってたじゃん、はい、ちょっと物欲何解放しようかなみたいな、まあ何を買おうか迷ったんですけど、はい、もう僕たちさ、逆にこの物欲をこのノートを広めることに使おうじゃないかということで、ついにライズ達成さんね、来たよ。松山の藤原町の西美高校の本当に真正面のビルなんてございますよ。でここでトラベラーズノートを買うんだけど、もう僕たち持ってんじゃん。そうですね。だから、はい、ある人にプレゼントしようかなと。今日ねゲストがいるの、佐藤あかりさんです。よろしくお願いします。お願いします。なんちゅう傘ですか、マジで。すごいよね。こう、まあね、雨の中すいませんけど、普段ノートって使う？あんまり使わないですね。ああ、でもやっぱね、これ、あかりさんトラベラーズノート多分好きだと思うんで、トラベラーズノートは絶対通販じゃなくて、やっぱ手に取って買ってほしい。なんで、ここ、おすすめだから。はい。もう外うるさくてかなわんから、もう早く中入りましょう。はい。はい。かわいい。そうなんです。ここね、ライズ達成って言って、旅をテーマにした、ステーショナリー、まあ、文房具系の雑貨屋さんと言ってもいいのかなっていうところで、まあ、トラベラーズノートが置いてあるな、はい。はい。見たことある。そう。あの、僕たちがよく動画で言ってるんです。あの、千田さんって言ってるけど、恥ずかしいかなってんで、カメラの向こう側見てくださってるこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。なんで、まあね、トラベラーズノート、まあここはやっぱあの通販とかと違って、はい、手に取って確かめるのと、うん、まあ革のねノートなわけ。だからその経年変化って言って革がこう成長していくところがいいところなんだけど、この成長したものを触らせてもらえる。お。だから一応僕が側を買うんですよ、トラベラーズノート。で、中のリフィルを工藤さんが買うという。だからもう今日はあかりさんもう本当何でも買ってて。すごい。そうそうそう。本当ですか？もうもちろん。いやー、ありがとうございます。そう、だからリフィルはもう工藤さんが何本でも出すから。僕は側なんで、はい。はい。まずじゃあちょっと側を選んでいきましょうかね。はい。サイズが2つあるんですよ。はい。レギュラーとパスポートサイズ。これがパスポートサイズですね。触っていいんですか？そう、ぜひぜひ。そうそうそう。もう千田さんが。革いいですよね。いい。あ、このサイズ。革いい。そう。革大好きで、あ、そうなの？カバンとか、財布とかも革なんですよ、うん、こっちがレギュラーサイズ、はい、で、今ね、英語サイズの細いバージョン、なるほど、なので、まあ、僕の英語サイズもこれがこの感じ、はい、いやもうやっぱもうこれね、これがまだ 2,3 ヶ月ぐらい、うん、あ、でも 2,3 ヶ月でいいですね、やっぱ傷とか入ってくるといいですよね。こちらはもうどのくらい行ってるんですか？それが10年ぐらい。すごい。10年持つ文房具ってまあないじゃんって思う。そうですね。こちらが15年分なんですけどね。はい、一番最初のお迎えしたとこで、はい。で、これか。こちらの15年。15年、はい。触っちゃって触っちゃって、なんか想像して、はい、想像して。こういうパンフ的なその旅行先とかので、そういうのも挟めるんですよ、このサイズが。そうか、これもね、だから使い方もいろいろ人によって違いますね、うん、僕とかは本当にメモとか、はい、そういうのに使うけど、こうやって旅の記録とかでペタペタ貼るみたいな、うん、あ、それいいですね。そうそうそう。で、こうやってグッ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 中身だけが溜まっていくわけだね。なるほど、側はこのままで中を使い続けて新しいのにしてって、うん、めっちゃ思い出に残りますね、これ。そう、いや、おしゃれだよね、本当に。おしゃれ。まずはこの、まあ、色もあるんだけど、はい、まあ、サイズどっち行こうかなっていうのも決めてもらうと。そうですよね。はい。で、これ決めてもらって色決まった瞬間、僕の役割がもう終わっちゃうんで。あとは工藤さんのお財布と。そうそう。レギュラーもいいけど、パスポートサイズもすごく気軽というか、うん、携帯性というかね、まあ。そうですね。小さいカバンが多いんですよね。だからなんだかんだ
ってそのレギュラーサイズの方が使いやすかったりするものなんですかね。どうだろう。でもこれでも英語だからギリ入る、ね、パスポートサイズだからその背が低いカバンでも、まあ、英語のノートよりは入れやすいから、うんうん、めっちゃちょうどいいですよね。どうぞ大丈夫どっちなんだろう。いやだから結構だから使い方として、はい、なんだろう、現場でもバンバン使いたいってなったら、はい、意外とコンパクトな方が出しやすかったりするし、うん、その家でもどっしり書きたいなとかこうやって記録したいってなったらやっぱ大きい方がいいかもしれない。ちょっと悩みますか。悩みます、はい、一旦レベル1個かな。じゃ あ、はい、このノートとかをいろいろと挟んでいくっていうのが楽しいので、うん、ここ自分に合ったノートとかがあるわけだな。え、かわいいですね、これ。見えないところにもなるんですよね、でも。そうね。こんなにかわいい、うん。このままでもいいみたい。メッセージカード入ってるのいいですね。ああ、こういうの好きなんだね。なんか、誰かにちょっとメモ残したいとか、プレゼントに、うん、あ、なんか書くものないとかなった時に、こういうのピッて添えれるのが手元にあるって。たびたび100均とかに行って買ったりとか、うんうんうん、せっかく買ってるけど出先だからそれ持ってきてなくてまた新しく買ったりとかっていうのあるから、なんかこういうの手元にあるといいですよ。こういうのでいいなって思うところになんかあかりさんが人気ある理由がちょっと分かる気がするよね、本当に。そうですね。あ、置き場もあるんですね。そうそうそう、わ、これはいい。カードのやつもぜひ欲しいです。あと出先でそのさっき言ってたシールとかが欲しいってなったら、うん、あのジッパーケース、あれとか。そうですね、ジッパーケース、こういうのもあるわけよ。ジッパーで中に入れたりとか。なるほど。あと、こういうのがカードケースみたいなのもあって、いただいた名刺とか入れるみたいな。もちろんもちろん、とかちょっとした、まあ、財布ライフに使われたらカード入れたりもできるし、まあ、こういうチェキみたいな感じで写真を撮ってると入れるとか。名刺整理したいと思ってたんですよ。トランプをいただくんですけど、うんうん、これだけあってもいつ何の時にお会いしたどの方だろうになるじゃないですか、うん、そういう時になんか貼って書いたりとかできたりでいいし、ね、結構僕も名刺はあのもらうっちゃもらうけど、うん、名刺入れみたいなの買ってないから、はい、基本的にノート僕はバレッジャーナルって言ってこうどんどんと書いて自分の人生記録してるんで、うん、そこの時系列の中に名刺貼っちゃうの。なるほど。そしたら何日にもらったとかは、うん、とかその前後の僕の記述で、うん、この人はきっとこれ考えましたみたいな推測できるようにして。なるほど。そう、だからそういう時にも普通にノートのやつを貼って、うん、テレテレタって貼って、うんうん、でどんどんこれを記録していくみたいな。じゃあ用途的にはレギュラーの方がいい感じですかね。パスポートだとすぐに小さいから、うん、名刺多分1枚貼ったらもうそこも書くことがほとんどなくなるから。レギュラーかな。まあ、値段的にはちょっとレギュラーの方が高いんだけど、今日俺が買うから、レギュラーとパスポート、じゃあどっちにしますか。じゃあレギュラーで、うん、ありがとうございます。言葉壊るんで、ちょっとこれで今色全集感じだ。あ、そうですよ、うん、あ、でもやっぱちょっと違いますね。やっぱ青いね、これまだガマオだね、うんうん。工藤さんは何色だっけ。どの子、どの子で、なんか何色持ってるの。青とブラウン。ああ、だからその多分生地の仕方の違いも。青が、今がこんな感じでまだザラザラなんですけど。ああ、こういう感じか。綺麗、うん。あ、あれなんか俺となんか色違うな。やっぱ違うんですね。あのちょっと緑っぽいですね、工藤さん。部位によってもまた違ってくるって先田さん。部位ってあんま言わないで。場所ね。場所ね。あんま牛想像したくないじゃん。買うときに、ね、それ牛なんだけど。そうそう、部位って言わないで。確かにこの分厚さも違ったりするから、そのものによっても。あと店さんはやっぱりお尻ポケットに入れてるからずっとその、うん、なんだろう。仕方がまた早いというか。ピカピカになってきてる。ピカピカでクタクタ割と。うん、いい感じよ。ブルーもかっこいいですよね。これでもいいね。この色すごいね。本当光ってるみたいなぐらいかっこいいね。あ、本当ですか。うん。悩ましい。しれっと15年選手を見せられると、だってこれから15年ね、そばにいてくれるわけだから。そうですね。15年続けたことって、役者以外になるってなるもん。ないですよ。ないです。ダンス以外ないですよ。あ、そうですよ。そのそばにずっといてくれるから今日、うん、
ほんと記念すべき日だ。何色なんだろうか。いいね、いいね。もうなんかスパッと決められても寂しかったもんね、なんかね。そうですね。本当にもう買ってもらえるからもう、あ、いいですよ、あ、じゃあこれでとかって言われたらね、めちゃめちゃ悩みますよ。嬉しい嬉しい。今悩んでるのがブラックか3種類なんですよ。ブラックかブルーか、うん、キャメルで悩んでます。ああ、なるほどね。まあ、じゃあ一旦こうブラウンは1回ちょっともう、はい、逆になんかこう濃くないみたいな色はありますか。なんか革のイメージって俺の中で茶色だったんだよね。そうですね、そう確かに。黒ってどうして黒色になるんだろうって思ってるんだよ、うんうん、もう今でもあんま仕組み知らないんだよね。そう確かに。これは染めてるんですかね。あ、そうですね、はい、基本的には。元は、大元は何色なんですか。元は薄いベージュというか、あ、そこに色を入れてるので。あ、じゃあキャメルとかがもしかしたらより近いかもしれない、元の色。本当に近いかもしれない。まあでも逆に何も入れない革もまたそれはそれで多分加工とかも難しそうですもんね。だから入れてるのが普通。あ、そうですね。どうしても生きてる牛の革なので、あの脈とかあったりとかする線が入ったりとかするので、あ、革が大きくなると難しいみたいですね。これもうほら育ち方もほらこれとかさ、なんかちょっとこう筋が入ってるじゃない、はい、多分なんかめくり方とか人によって癖も出てくるの。なるほど。なんか言ってましたよね、あの手の形にここだけ変化した育ってた人がいたっていう。いつも触ってこうやって取るからやろね、カバンから。なるほど。決めました。お、ブラウンにしたいと思います。おまさかのマジでモーニング娘。パターンや。なんか可愛い気がしてきました。あ、いいじゃない。なんか黒、最初ブラックって言ってて、うん、でもなんかこう色の変化とかで言うとブラウンとかの方が楽しめたりするのかなとか思ったり、あとは自分の財布と同じような感じだったらいいかなとして、ブラウンにしたいと思います。よし、じゃあブラウン買いましょう。一応じゃあこれも買うと決めて、うん、一応開けて見てみる、せっかくなんで。そうそう、じゃあいつですかこれ先に、あの育つ前の絶対お支払いするんで、はい、開封の儀、開封の儀。写真撮っといていいですか、個人的に。いやいやいや、嬉しい嬉しい。めちゃめちゃいい色。よかった。あ、よかった。これでよかった。本当に。かわいい。匂いも嗅いじゃった。野球やりたくなるよ、本当。野球やったことないです。コントで初めて。そう。いい匂い。やっぱいいですよね、新品のこの匂い。うん、あ、この内側のこの肌触りが好きなんですよね。あ、こっち。あ、そうなんだ。このふわふわってしてる感じ。でこれでリフィルをつけていくんだね。なるほど。ゴムとかで、あの要はこのゴムを何個か増やして、はい、3個ぐらいとかは全然無理なくいけるんで。おお。でさっきさ、はい、この紐があったじゃない、はい、ここに、はい、これもああここにもあるんだけど紐は、うん、オレンジの、ここの紐を、うん、まあ自由に選びましょうってことなんだけど。なるほど。だからこれも自分で選んで作ることができる。へえ。持っちゃった。持っちゃったね。ついに持っちゃった。さあリフィル選んでこ、リフィル、はい。それに何挟むか考えよう。うん、さあ行こう、リフィルね。はい。まあ、リフィルとあとやっぱこのアクセサリーも魅力だったりするから。うん、クリップ。はい。ブラスクリップっていうかこれですね。言ったら。はい。あ、ミスさんが持ってた。これもね、真鍮だから指で経年変化していくの、育つの。おー、なるほど。まあやっぱつけたいよねこれはね。可愛いですね、うん、それはやっぱそのいつも開くところにしおり的な形で。そうそうそう。あ、でもいいし、こうやって挟んで開けた状態にするっていうのが書きやすくなるんだ。書きやすくなる。おお、そうだな、方眼の方が使いやすいのかな。
僕は方眼信者なんで、そう書くんだったら方眼しか僕あんま上手に書けないから、これが方眼。はい。水さん方眼は今つけてないんですか？つけてるよ。こんな感じかな。あ、ここの一人芝居のネタですとか。こんな感じで本当に私はあのちょっと暇な時とかにもう一ページ一ネタみたいなぐらいとかちょっと書いたりとか、もう本当に落書き帳に使ってるけど、こういう感じ。なるほど。欲しいですね。ああ、方眼もね。はい。ね。振り付けとかの位置とか考える時とか。ああ。じゃあ敬語が見つかってくれるってことはあれじゃあもうめっちゃツイッターにアップされるね。トラベラーズノートでもね。そうですね。うん、もうこうやって撮ってるもんなんかあのグラビアアイドルがなんかあの香水とかのあの香水とかなんか。顔の横でこう。このこのやつ。あれもガンガン使って。はい。ボムで要は何個もね。3つとか入れたいときに、はい、1個はその入ってるゴムでいいんだけど、うんうん、もう1つがほら今ゴムがさ、はい、こんな感じで止めてるんですよゴムのところもっと立ちを束ねてる。そう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 。なるほど。でこれをこうして真ん中のとこからあ引っ張ってきて、はい、こういう風に止めると、まあ、3つ以上つけるときに必要だから、なんかそれは1個あった方がいいですね。そうね、1個あればまあ心配ない。でも一生もんだからね、クリップもね。カバンマイストリップ。いってらっしゃいってことですね、うん。なんか言葉的にこっちの方が好き。ああ。ね、Gです。はい、じゃあこれ行きましょう。はい。で、ライズトッシュさんでこういうトラベラーズノートのリビルトを買うと、うんうん、やっぱこのその表面に表紙あのノートの表紙に、はい。ちょっとシールでも貼ろうかなみたいな、うん、っていうのがやっぱこっちとか無地だから、はい、めっちゃあるのシャリーシールは富士山のあのそうあの富士山のやつとかもここで買った。あなんか出してくれてる。うわーすごっ。もう一個一個絵はがきみたいな、めちゃめちゃおしゃれ。海外のってだけでなんでこんなかっこいいんでしょうね。日本のこういうのもあるじゃないですか。間、うん、東京みたいな、うんうん、ちょっと違うけど。いやでもなんかその海外のあのデザインで日本の書かれてるだけでもおしゃれなんですよね。うん、不思議。旅行行きたくなりますねこんなの見てると。あ、まあ、ハマってくれてるねこれね、よかったね。海外行きたい。海外行きたい。イマルミンの聖地化。聖地化そう、イマルミンの方も一人来て、二人来てくださったかな。なんか拝見しましたツイッターかどこかで。文房具好きな方にとっては天国です。かな。はい。はい。どちらに。こんにちりたいです。はい。お会計しましょう。わあ。じゃあすみませんこれお願いします。400円です。はい。フランスでお願いします。じゃあフランスでお願いします。ちょっとちっちゃくなる。すごい。はい。見てください。ああ、ありがとうございます。素敵。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。皆さん行ってらっしゃい。旅行きます。そう、自分の旅に行ってらっしゃい。これを持つだけでなんかいい。気持ちになりますね。多分今松山で一番似合ってますよ。この組み合わせ、服装も含め。ありがとうございます。でもない。ありがとうございます。こちらこそです。おしまい。わあ、終わった。で、車すごいな。うまくカットするから。はい、で、そのタイミングだけ見計らってください。不況ですか？え？不況ですか？不況ですか？おじいちゃんじゃないんだ俺は。ちなみにレギュラーとパスポートサイズで値段がちょっとだけ違って、はい、レギュラーの方がちょっと1000円とかぐらいがね、ちょっと大きいから、はい、なんでそれ言うの。僕が買うんでだから気にするでしょ。気にしなくてもいい、気にしなくてもいい、さあ気にしてもいいし気にしなくてもいいんですけど、レギュラーと
パスポートサイズさ、どっちにするか、ね、ほらほらもうそういうとこ分かってない。いやもうずるいよそれ。逆です逆ずるいですよ。そうそうそう言わなきゃいいのに。言ってよそれは。でレギュラーだって言った方がそれは話題としてよ。じゃあもう一回いいですか。絶対どっちも使う。じゃあレギュラーで。うん、ありがとうございます。15年後何歳黒さんは。15年後42。俺ももう50になるよ。あ15年後50でこのキャラはできんね。そうっすね。そうっすね。うん、うん、ね、うん、50でこんなキャラクターじゃ心配になるよね世間がね。そうっすね。そうっすね。うん、もうちょっともうちょっと。ん、いや今なんか高圧的な態度取ってた。高圧的な態度。15年後僕が50になるのが悪いだけなんだから。うんうん、うん、いやそれは、うん、あはい、いいよね、いいよね、うん、今30代だから許されてることとかって。あ、多分生きる最近の生きる。あ、そう、あると思うから。いや生きる、もうだいぶライフゼロよ俺。だって絶対50歳になっちゃうからね、このまんま。うん、知らないよ、絶対変わってないよこれ。 SNS に上げてくれたら本当ね。上げますよ、もちろん。いや嬉しいね、本当ね。でもあれですね、放送この動画が完成されてからの方がいいですね。あ、いや全然、はい、我々はもうガンガンフライングするんで。そうなんですね、はい、僕生配信で動画ネタを言って何回工藤さんがイラッとしたか分かんない。ちょっと、いや MD と薄いやつならあるから、ちょっとなんで見るの？なんで見るの？え？びっくりした。見ろって言ってんのか。違う違う違う。見ろって私取ったときは。なんで？なんでそうやってすぐ人の。お約束なんで、工藤さんどうぞ開けちゃうっていうお約束ですから今の。アプリさん落として。すごい信頼のもと成り立ってます。そうですね。信頼。ちなみに、いっぱい広げちゃってすいません。大丈夫ですか？大丈夫ですか？一瞬工藤さんの首だけ映ったな。わあ、工藤さんの首だ。すごいよ。手以外の皮膚初めて見たっていう人は、きっと視聴者の今の見の方にはもう大変だ。工藤さんの首だ。手と同じ色だ。これ開けるのもなんかもったいなくない、うん、こんな素敵に包んでもらってた。開けない人もいるんでしょ、なんか。え？1個ずつずらして。ずらしてどういうことですか？次のご来店の時に買って、2枚以上開けました。なるほど。あと中身をそっと出して、また元に戻して、とか語ってくださってる方もいるみたいな。嬉しいんですけどね。はあ、あれね、はい、お客さんが、そのやっぱ旅をテーマにしてるんで、その旅先から送った手紙ってコンセプトのやつをラジタッシュに送ってくれてて、でなんか人気投票でちょっと景品プレゼントみたいな企画。おもう本当にすげえいろんなのがあるの。これとかさ、ミニのトラベラーだと多分自作したんだよね。これ届くんだよねっていうのもちょっと驚きだったんですけど。いろいろといろんな工夫された手紙が、これもし気分が乗ったらぜひライブ雑誌に送ってみてください。手紙いいですね。